黙って消えた彼女を忘れられない朝日は、一緒に見る約束をしていた DVD を返却できないまま3年。そんなある日、結婚式当日に旦那に逃げられた夏希と出会います。なんだかんだで夏希は朝日とその仲間たちの集う海の家で働くことに。その店では朝日を10年追いかけ続けている花江や、そんな花江を応援している光、あと前髪クネオたちが集まって青春したりしなかったり、夏希の応援もあり、なんだかんだで朝日も消えた彼女を吹っ切り DVD を返却。花江と付き合おうかなーなんて思っていたんですが、花火デートの最中になんと消えてた彼女が出現。それじゃ彼女とよりを戻すのかなと思いきや、私結婚するのとの報告。つこーんなこと言いに来たのか。結局気まずい雰囲気になり、花江とも付き合わないことに。一方花江を応援していた夏希ですが、自分も朝日にラブってしまい、これは辛いということで東京に帰ってしまいます。なんだかんだで朝日もビッグなカメラマンになるため東京へ。夏希とラブな雰囲気になりますが、いきなり夏希が逃げられた旦那のことを思い出し、まだ怖いのかもしれないとかなんとか言い出したので、結局ラブ未遂のまま。一方花江はなんだかんだで光とチュー&ラブな感じに。前髪クネオには特に何もありませんでした。そして1年、なんだかんだで花江と光が結婚することになり、海の家にみんなで集まることに。そこで再会した朝日と夏希は、海の前で素直にならなくてどうするということで、ついにチュー。めでたしめでたし。前髪クネオには特にいいことはありませんでした。